everybody! ごきげん!やっぱり4月って乗りますね。もうほらもう少し今舞台中だからかっこいいわよ。シェイクなベイビー、シェイクなベイビーじゃないまあ今日はお花、はい、もう一本攻め。まあ吉野桜今日はね、はい、多分お着物で来ていただけたんじゃないかと。やはり日本の方で、そうですね、はい、歴史のある方でしたね。そうですね、やっぱりこうなんていうのか、この日本だけじゃなく、世界だけじゃなく、宇宙だけじゃなく、どっから来たんでしょうこの方は。しかしなんかもう少しで人間国宝になるという。そうかもしれません。はい、どうぞご紹介して。文化評論家の方でございます。文化評論家、はい、そうなんだ。高でございます。デーモン小暮閣下でございます。シェイクなベイビー。ね、吉野桜好きなんですか？うん、桜っていう花は好きだな結構。どうして？桜っていうのは狂気の花なんだよね。そうなの。うん、下で人が宴会をやっているからあれはこう綺麗に見えるけれども、こう森とか丘にバーッと桜の木がこう茂ってるのがね、非常に不気味で。なんかすごい色っぽいしね。そうそうそう、ね、薄墨のこう桜って怖いよね。おどろおどろしてるもんね、ここにはちょっとなんとなくね、はい、やっぱりなんか安心しますね、こういうお花があると。地平道生えたような、あ、まあこういうのはこういうのでまたいい持ち味を出してるよ。今日は文化評論家に来ていただきまして、この世の中の文化について今日は語っていただきます、ね、はい、おしゃべりな夜。この番組はおはようからお休みまで暮らしを見つめるライオンの提供でお送りします。こんばんは。文化評論家のデーモン小暮閣下に来ていただきます。まあこの地球に舞い降りてから、やっぱりいろいろ文化を、この地球の文化を見て、いろいろと思うことがあると。思うことがある、はい、まあそれは思うわな。思って、誰でも思ってるかもしれないけど、頭に来ることとか、ああ、なかなか地球も大したもんだと、そういったこと。なんか今日は着物がなんか中条きよしさんの着流しかなんかの着物いやいや和風だろ。和風です ね、うん、日本にちょっと戻ったわけですね。いやいや、結構ね、我が輩和風の文化って好きなんだよ。桜にしてもそう、桜にしてもそうだし、この雅やかなものっていうのはあんまりこう似合わないと思われるかもしれないけれども、ずいぶん好きなの。例えば好きなスポーツ、一番好きなスポーツは相撲だったりとか。そうそう、体験もね、うん、いや体験はそうだよ。歌舞伎とかな。歌舞伎から、まあ、だからこのメイクも歌舞伎から。そうですね、メイクじゃない。これメイクじゃない。すいません、失礼いたしました、うん、生まれた時から、生まれた時からなんだけど、なんか歌舞伎のやつら我々の顔に似てるんだな。アジアのね、京劇とかね、うんうん、落語とか講談とか非常に好きだし、うん、で日本文化って言って我々興味が悪い、うん、ね、非常に。はい、わかりました。いや、その辺は今日は追求してみたと思います。まず最初に、最近腹立つことがある、かなりいっぱいいろんなこと、この芸能界にもある。例えば、例えば、うん、ね、昨年末から今年の頭にかけて、うん、我が輩は不思議なことにね、記者会見の場、あるいは記者がどっとやってきて、うん、話を聞かせてくださいという状況が何遍もあったんだ。ほうほう、紅白歌合戦、紅白もあるんだけど、その前にゴジラ対ビオランテという映画があって、その映画に出演することになったんだ、うん、で、映画初出演なんだ我が輩。で、このメイクじゃなかったんでしょ。この顔だよ、悪魔の顔だよ。これはメイクじゃないっていうことは何でも言ってるんだ。だから悪魔の顔、人間の顔というふうに言えば分かりんだ。あ、そうですね、はいはい、人間の顔出てたんですけど、悪魔の顔、悪魔の顔、当たり前、人間の顔出る必要がない、うん、家にいる時ぐらい、そうそうそう、まあそれはいいんだけど、で、買い物行く時もそうだけど、音合わせの時もそうだけど、音合わせの時は違うぞ。そう、うん、徹底してるから。今日カメラマン信用してないから。カメラマンってか、カメラマンは信用してないですね。マスカラが赤い、ピンクなの、ピンクなの。かわいい目してんの、悪魔。それで、それで、それで記者会見があって、うん、で、まあ、ゴジラがあって、うん、から紅白があって、うん、さらにプロレスラーになった北尾浩二という元横綱、うんうん、北黒、彼のテーマソングを作曲する場配したんだな、うん、という3つ続けて、年末年始立て続けに記者がドーンとスポーツ新聞とか週刊誌とかわーって来て、どうなんですかどうなんですかっていうことがあったの。気持ちいいでしょうね、また。その時は気持ちいいんだよ、我が輩ね。それで、まあ、
こういう場を見てれば分かると思うけれども、うん、人に物を聞かれて答えるのって嫌いじゃないんだ、うん、結構多分他の無口なタレントとかアーティストに比べればよっぽど喋る方だと思うんだよ、ね、結構喋りも面白いし、やっぱ頭がいいですもの。いやいやいや、そんな何も出ないですよ。楽しいもん、聞き取れるもん。悪魔を褒めてどうするの。いやいやいや、それで話がそれるから、うん、それで、うん、あの我が輩はだからこういう調子で、うん、まあ聞かれた通りのことを喋ってたんだ。ところが最初はまあゴジラだったんだな、うん、出る新聞だの週刊誌だの、うん、みんなの、みんなってことはないけれども、うん、まあ、大部分が言っていないことを書いていたりとか、うん、あの要するに言ってもいないことを書いていたり、事実に反することを書いていたりっていう、これが頭にくる。そう、こう腹が立つわけだ、うん、まあ、こう全体としてこう茶化してるわけなんだよな、うん、こう真面目に答えたに関わらない。デーモンのやつがよ、くんねの出やがったぜ、へへへみたいな感じ調子で書いてあって、うん、結構カチンときてた、うん、で、その次紅白の記者会見があった、うん、わーっと、あれはもういかにも記者会見って分かった、うん、で、我が輩は開口一番、我が輩はあの言ってないことを新聞に書かれるのは大嫌いであるから、うん、新聞とか雑誌とかだから、あの言ってないことは絶対書かないようにと前置きして、うん、どうのこうのどうのこうのいろいろ喋ってた、うん、そしたらまたその次の日の、うん、見ていくとまた全然違うこと書いてるわけ、 あるいは確かにその言葉は言ったけれども、ニュアンス前後関係で前と後を取ってしまうとニュアンスが変わってしまうのがあるじゃない。例えばどういうことかっていうと、うん、紅白歌合戦が出ることになってどうかって聞かれて、うん、まあ、我々演歌歌手とかアイドル歌手じゃないから、うん、別に紅白に出たからといってそんなにギャラが上がるとか、うん、地方興行なんていうか、うん、その、うん、コンサートとかそういうのが、そういうのがどうこうなるみたいな、そんなに変わらないんだ、うん、だけれどもまあ出ない出ないよりは出た方がそれはまあいろいろ面白みがあるだろうっていうことで、でまあそういう意味では嬉しいか嬉しくないかって聞かれた場合には、まあ嬉しくないっていうことはないから、嬉しいか嬉しくないかって言われるのはそれはどちらかといえば嬉しい、こう答えた、うん、そうか、でももうあの大喜びみたいな、あのとってもあで我が輩の喋りは独特の語尾を持ってるだろう、そうそうそう、何々である、何々 でだとかそういう状態なわけで、携帯ではなくて、ところがこう雑誌の音楽の雑誌とかのインタビューはこう大体今こうテープレコーダーを回すだろう、だからほとんど忠実にこうもう一度聞いてね、記事になる場合が非常に多いんだ、そういうのに慣れてる。ところがなぜか知らないんだが、この新聞記者っていうのは今のこの現代においてもこうって書いてるだろ、喋ってること、でもそこは語尾まで書かないよな、語尾まで書かないから嬉しい、出られた、どうなのか書いてくわけ、単語でそれをまとめて、でデスクとかがこうまとめるから、新聞によってはあの紅白歌合戦に出られてとっても嬉しいですみたいな、全然違うじゃないか、なんかニュアンスが、悪魔の言葉にならないみたいな、悪魔の言葉にならないし、なんか普通のなんか少年になってきますよね、まったく少年に。それからあの紅白歌合戦は見てますかみたいな質問があったわけで、で我が輩はやっぱりこういう音楽業界にいる以上は、まあロックミュージシャン出る出ないに限らず、やっぱりあれは日本の音楽番組の中では最も視聴率の高い番組だろ、うん、つまり一大イベントだろ、うん、ということは知識としてどういうことを毎年やってるのかっていうのは知っておかなくてはいけないっていうふうに勉強の意味で、まあ、ってちゃんと言ってるんだよ、うん、で毎年必ずビデオに撮って後から見ていると答えた、うん、テーモンは毎年紅白歌合戦を必ず見るという大ファン、大ファン、大ファン、俺もそんなこと言ってねえじゃないか、それなんか尾ひれがつくんだよ。でもそれで 2回目カチンときたわけ、うん、この野郎と思って、だんだんこう昔政治家とかが、うん、あの分野が嫌いだみたいな、うん、そういう新聞記者とかマスコミ嫌いになっていくやつらの考え方が分かってた、うん、だんだんで3度目北尾のテーマを書いて、うん、北尾にこうテーマソングのこうテープができたっていう写真を撮ったの、うん、バーッといろいろ雑誌関係集めて、北尾さんもいて、そうそう、その時にインタビューさせてくれって来たんだけど、うん、答えん、一切ノーコメント、でも不気味ですね、ただこの顔でじっとダメで、そうそう、いや今日は喋んないことしてる、まあ、一番おかしいのはね、インタビュー受けてあくる日に新聞全部チェックするっていうのがチェックマンなんだな、その姿が好きだな、全部買いに行ってな、わざわざ自転車に乗って駅まで行って、それは人間の顔で、もちろんこの顔で自転車乗っていかないよ、人間の顔チャリンコ乗って、チャリンコ乗って行きました、駅まで行って、あの全部1個ずつやってる、まさかその売ってるおばさんが、うん、そのこの人がこれとは思わないですよね、これ人間の顔と悪魔の顔と、ちょっ
ちょっと喉が渇きました。喉が渇きましたね。あ、元ちゃん、やっぱりチェックするのはね。これは何ですか。チェックはやっぱりしなきゃね。しなきゃいけない。カッカの、カッカ何飲んでるか。これ多分あれだな。何、アイスティー。これはね、ウィリーっていうね、あれスポーツドリンク、中国のスポーツドリンク。これはね、ステージの時必ず飲んでるのが。なんかステージには常にお母様が見に来られてる。そんなことはないだろ。それも大げさ。それもどっかの新聞から雑誌かなんかで読んだんだろ、うん、なんかに書いてあったよ、うん、最前列に、うん、あの若い客を押しのけて、うん、母がこんなわけねえじゃない、そんな力あるわけない、大体力そんな押しのけどうやった、あの若い女だって、若い男だって、あれを読むとね、お母様一緒になってこんなことやってるように見えちゃうよね。そう、そういうふうな、おかしいな。なんとね、当面の今の目標があるって何ですかこれは。ああ、さっきのこの新聞関係にちょっと話はつながるんだけれども、うん、あの我々、まあなんで文化評論家って言ってるのかっていう理由にもあるけど、今年から、特に日本人って非常にこう権威ってものに弱いじゃない、うん、誰かが権威付けしたものに対して、うん、あれは例えばゴッホの絵かなんかがあって、うん、あれはゴッホの絵でみんながいいって言ってて、あの教科書にも載ってるから、うん、いい絵なんだって言って金出して買うんだよな、うん、自分がいいと思って買うとかってないわけだろ、感覚でね、自分の感覚じゃなくて、うん、あの人は勲章をもらってるから立派な人だとか、うん、こうなんかこう肩書きがあるから立派だっていうふうに、要するに自分の価値判断 を信じないで人の価値判断に合わせるじゃない、うん、でそういう風潮を非常に気に入らなくて、うん、であのデーモン小暮ミュージシャン、ロックミュージシャン、うん、悪魔どの方のってハハハって出てくる、うん、それだけだとみんなもそれなりにしか見ないわけだ。でも文化評論家、文化評論家って出てくるたびに文化評論家って出てくるとだんだん、あ、文化評論家なんだってみんな思い始める。でも最近モロッコに行って、ね、なんかモロッコはとっても面白いってお話聞いた。これはね、面白い。あ、そうなのか。これはなんか仕事で行ったの？いやいや、もう全くフリーで、遊びで。人間の顔で。人間の顔して。行きたいと思ったわけですか？そう、最初はね、うん、南米行きたかったんだけれどもね、うん、これちょっと鉄いろいろこう瓶とかこうなんとかっていう面倒くさい事情で、うん、ちょっと南米のはなかなか取れないっていうことが分かって、うんうんうん、で去年のちょうど春先だったんだけれども、寒い時期だったから、うん、でヨーロッパは行きたかったんだけれどもね、うん、寒いところわざわざ寒いところに行きたくないじゃない、そうそう、だから寒い時期だからこそなるべくあったかいヨーロッパにと、うん、いうことで、うん、南ヨーロッパ、うん、イタリア、スペイン、ポルトガル、うん、ここならあったかいだろ、うん、と思ってこう旅行会社の人といろいろ相談してたら、うん、その人ってのはまたおかしい人で、うん、小暮さんね、うん、そこまで行くんだったら、うん、モロッコが面白いですよとか推薦してきたわけ、うん、いや私は行ったことないんですけれども、うん、私の友達が行ってきてこれはもう面白かったって言ってたんですよってこうしきりに勧めるんだよ、うん、まあなんだかわからない国だけど、うん、とりあえず行ってみるかって言って、うんうん、一人ずっと一人、あ、それでね、まずモロッコっていうのはカルーセル・マキシが切り取ってきたみたいなそういう印象があって、日本ではこう怪しげな街な、怪しげな国じゃない、うん、でモロッコにデーモン小暮が行くってことはなんかしに行くんだろうか、うん、変な憶測が飛び交ったりだで、面白いのはこう、まあ、日本もそうだけれども、うん、こう歴史的なこう古い街ってあるじゃない、うん、古い街っていうのは旧市街、うん、これをね、スークって呼ぶんだけれども、うん、このスークっていうのはやっぱり昔の小町っていうのはどこの国でも城壁に囲まれてるでしょ、うんうん、あの敵の隣町から攻め込まれてきても大丈夫ない、うんうん、で城壁に囲まれている中がこうアラビアンナイトの中でほらみんな同じような扉だからかんないどこだか分かんないからこうバッテンつけてここに、うんうん、アラジンだっけ、うんうん、じゃあアリババか、うん、アラジンはこれだそうそうアリババの家がどこだっていうのが分からないから、要するに敵が攻め込んできても分からないね、こうものすごい迷路になっている、そこの中に商店街がダーッとこう泥棒市場みたいなのがあるわけで、その中っていうのは観光立国なのね、モロッコっていう国は。だから外国人の旅行者からいかに金を巻き上げるかっていうのに命かけてるから、別に教育なんか日本みたいにそんなに強く受けてるわけじゃないんだけれども、イタリア、スペイン、ポルトガル、モロッコに行って一番言葉が通じた国がモロッコ。日本語が通じたの？日本語はまあそれほどでもないんだけれども、うん、イタリア、スペイン、ポルトガルって英語圏じゃないじゃない、よく考えてみれば、うん、いくら英語ある程度自信があっても、うん、一般のその辺の売店のおばちゃんとか全く言葉が通じないじゃん、うのみたいなそういううのそういう世界なわけ。
ところがモロッコに行くとモロッコのその商店街の商売人っていうのはちゃんとスペイン語、イタリア語、英語、フランス語、それに自分の国のモロッコっていうのはアラビア語なんでね、アラビア語ともう一つベルベル語っていうね、ベルベル民族っていうんだけど、そのね、6カ国語ぐらい平気で商売の用語は喋れるわけ、ね、うん、でも東洋のやつってのはさすがにあんまり来ないから、うん、わからないわけ、うん、でも東洋人を見ると、うん、ジャポン、ジャポン、ジャポンなわけね、うん、ジャポンかチャイナ、チャイナ、チーノって言うんだけど、うん、チーノ、チーノ、ノーノーチーノ、ジャポン、ジャポン、うん、ジャポンまで来ると、うん、お、ユージャポン、ジャッキーチェーン、違うって言いたいんだけども、要するにモロッコで一番有名な東洋の国はジャポンなわけ、うん、でもモロッコで一番有名な東洋人はジャッキーチェンとブルースリーなの。そうするとこう、ま、ジャッキーチェン、ブルースリーとか言うから、おわちょーとかこっちでサービスしてやってるとすごい喜ぶわけよとか言って、でまあ、たまに日本の観光客が行って日本語を教えるだろうね、うん、ちょっとやっぱやつら貪欲だから絶対それを覚えるわけ、安いとか、そう、それ安いって言わないの、高くない、高くないって言ってるわけ、さよならとか言っていきなりこう歩いてると、シャボン、さよならとか、さよならあれじゃ商売なんねえなって思いながら歩いてるわけ、友達、友達とか、友達さよなら、高くない、これがほとんどその町の、そのスープではね、こう流行ってる言葉だったわけで、教えて帰って、そう、教えて帰って、教えて帰って、でお土産買った店で、なんかそこの、店長かなんかが昔モロッコのボクシングのなんかチャンピオンだったかなんか言って、俺はこんなチャンピオンだったと写真を持ってきてね、自分がボクシングやった時の写真とか見せて、こう話弾んだんで、お前に商売に最も大事な日本語を教えてやるって、高くない、これだね、高くない、安いよ、この声で言わなきゃいけない安いよ、言ってごらんせ、安いよ、とか言ってるわけ、だから安いよだけじゃなくて、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、とか言ってるわけ、いらっしゃい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 、そう、安いよ、いらっしゃい、それ教えてきたから、もう1年経ってるからね、多分もうその町中に今ね、いらっしゃい、日本人を見れば、そうそう、だから誰が教えたんだろうと思うじゃない、うんうん、いるんだ、たまに誰が教えたんだろうこんな言葉って、うん、歩いてると、うん、ジャポン少年忍者とか言ってるやついるわけ、うん、誰がそんな少年忍者なんて教えるんだ、うん、あのジャニーズの少年忍者、ジャニーズの少年忍者って言葉をね、モロッコで聞くとは思わなかったよ。私たちも教えることがたくさんあるじゃないですか。面白いよ、そうだから貪欲だからね、とにかくもう自分の生活かかってるじゃない、要するに奴らの言葉が、だからやっぱ覚えるんだよね、まあ、日本のそのモロッコは買い物ができるし、あれが安いんだ、めちゃめちゃ安い、本当に安い、例えば T シャツとかそういうのでも全然値段が違う、何が違う、 T シャツはね、あんまり言ってない、革製品、革のやっぱり工芸品とね、あとね、これテーブルを木で作ってるんだけどね、これも買ってきた、これじゃないですか、これはね、モロッコじゃないんだけど、これは経由地で買ってきたんだけど、経由地でアンカレッジ、そうこれ安かったんだ、そんなことはいいとしてそれでね、こういう、要するに昔みたいに工場製手工業じゃないや、問屋製家内工業か、問屋製家内で店の奥で作ってるわけ、ああ裏でね、店の奥で作ってるんだけど、これ家具屋の前とかは、こう家具屋の奥でこう子供がだよ、6歳か7歳ぐらいの子供がゲーンとか、銀じゃない、機械じゃないから、ゲコ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 とかいうのが何にもこう線なんか引いてない板からね、綺麗な丸をガーッとかテーブルを見る見るうちに作っていくわけ、子供が、その時からね、生きるエネルギーってすごいね、職人だなと思って見て、日本いないもん最近職人なんていうの、職人いないよね、職人いないね、あのまあマジどっか行けばいるかもしれないけどよ、それでよ、うん、でその物価論だけどよ、我が輩は当初モロッコっていうのは3日か4日しか旅行日程に入れてなかったの、でもあんまりおかしいからね、次から見るものが、でね、予定がもう延々延びて1週間だったの、1週間いたの、さて1週間我が輩はモロッコにいて、でモロッコをほぼ半周してるの、半周は約ね、600キロ、600キロの、あ、600キロじゃない、もっとだ、一周してるからね、
800キロぐらい移動している、うん、これはバスと列車によって移動している、で1週間の全てのホテル代、宿泊代と食事代、うん、それにお土産代含めて我が輩は一体いくらモロッコで1週間日本円に換算して使ったでしょう。ハウマッチ。10万円、うん、1週間でしょ、うん、1週間、うん、12万円8万円だ。いやいや、まだいける、何遍もいける。それほんと3万円まだいける。じゃあ何にも変わらなかったんだよ。2万円ぐらい。1万5000円、1万5000円でホテル泊まって土産買って飯食って、うん、汽車乗って電車乗って800キロ、移動してホテルってちゃんとしたホテルでしょ。ホテルはね、まあすごい格納差が激しいわけ、うんうんうん、ハイアットリージェンシーみたいのは、それは一泊2万円とかするわけ、ね、そんなのバカバカしいから、うん、そんなとこ別にプール付きのとこに泊まったってしょうがないわけだし、それじゃあ民と親しむことができるんだ民とということで、街中にある、うん、まあモロッコ人でも泊まるようなホテルで、そんなに悪くない、ちゃんとシャワーがついてて、うん、みたいなのを選んで、まあ、寝るだけですものね、外でも回ってね。一泊言うと450円ぐらいかな。はい、お便り、お便りコーナーでございます。お便り、はい、兵庫県の尼崎市の方で、はい、津田、美穂さん16歳の方です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ピーターさんは本当に真壁君とはできていないの、真鍋君とはできていないのですか。何それ。できてるのはできると言って、その方が私も救われるからって。あ、じゃああの金ちゃんのファンなんだけど、だからできてるとかできてない。16歳の、いやでも16歳の方ってまあそういう風に見られるんですけどね。本当に何かあるように見えますか。耳が一人寂しく、なんか耳が寂しく過ごしてる、生きてねえだって。まあこれは冗談で、これからも木原さん、皆さんプラスマスコット金ちゃん頑張ってください。金ちゃんも頑張ってくださいというか、はい、やっぱ16歳の方はやっぱ若い金ちゃんがいいでしょうね。いや私たちはシューズのどうもそうですというわけでございます、はい、さあプレゼントコーナーでございます、優れたデザインとクリスタルの質の高さが世界中で愛されているオレフォスのテクニックの一つであるエンブレム技法のレースを、大沢翔子より1名様にプレゼントしたいと思います。これもね、はい、はい、一つ一つです、手で削ったロミオとジュリエットの模様にご注目ください。締め切りは4月の28日までの決心でございます。どうぞお寄せください、はい、お待ちしております、ね、はい、もう一つプレゼントがあるんですけど、はい、あ、プレゼント木原さんの本なんです。はい、ありがとうございます。欲しいな。ぜひぜひ。女の魅力はミステリアスっていう感じなんですね。20名の方にプレゼントをさせていただきたい、これも4月28日の決心までいうことでございます。どんどんお手紙をお寄せいただきたいと思います。そして、はい、カッカのカッカソロ油、油ソロ油もソロアルバムも出すんだな、はい、これかな。4月21日今日だ、今日宝飾、何これ、何て言うの、宝飾よろず越え男、よろず越え一文字ずつ飛ばして読むとね、変に言ったよね。ああ、まあね、本当にそう、今日出たんだよね。今日出た、結構、日本情緒あふれるものをね、桜の森でしょ、うん、文化、評論家としては、うん、絵にしてる、絵にしね、これね、触りた、世界で初めてロックの演奏に琵琶が弾いてるっていう、ね、曲があったりとか。これはどこの海ですか、これ、綺麗ですか。これグアムだ、グアムが、あ、なんかフェルタ書いたのかな、すごく面白い、地中海とかでも違うところの海に見えますね。いわゆるコーラルリーフじゃなくて、そうね、多少フィルターかかってるだろうね、うん、こんなとこ大体夜じゃないんだもん、月なんか出てないよ、うん、でもこれなんか信じられるよね、うん、閣下がいると、うん、素敵な、今日発売だそうですね、はい、ぜひ CBS に行ったら、夢たじゃないか、あ、本当、そうそう、うん、例えば悪魔経典でもないんだ、結構だから16のダンサブルな曲があったりとか、カカバーとかもやってんのね、昔ので、これはカッカまた別な方で、小暮伝右衛門さんの、そうそう、伝右衛門、あ、芸名な、芸名でも小暮本名で、うん、小暮伝右衛門ってのは芸名、芸名、伝右衛門、お姉様なんだったっけ、小暮、小暮なんて、道夫だって違う、小暮道夫、小暮道夫さん、違う、違うでしょ、まあお兄さんが小暮徹だ、違う、違う、今日はカッカにいろんな話聞きまして、また本当、はい、ぜひ近いうちにその私はもうモロッコの続きをぜひ、こちらからまたラジオの方へ伺っても、あ、はい、いいかもしれない、文化放送お互いにライオンさんで、ライオンさん、うん、お互いにってみんなで、ライオン一社提供の番組やってる、あら、じゃあぜひとも私の下に行きましょう ね、 ね、その時にまた聞きたい、今日はカッカにいろんな話を聞いてみまして、また来週もストラッシュゲストをお迎えしておきます、おしゃべりな夜